毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信してですね、これを見てくださった方、聞いてくださった方が少しでもポジティブになれたら嬉しいなというですね、ポジティブチャンネルでございます。さあ、本日のテーマなんですけども、本日はですね、緊急事態宣言がついに明けるぞというですね、お話をしたいと思います。さあ、長かったね、緊急事態宣言も残すところあと2日、今日と明日で、解除になります。はい、僕がですね、これからの東京都どうなるかというですね、この YouTube で流した動画があるんですけども、あの予想とはかなり違ったですね、最悪なケースを免れて、まさかのここまで感染者がこんなに減ると思わなかったぐらいの減りを見せてですね、今日に至ってはもう150人近く、もう約半年ぶりぐらいの水準に戻ったというですね、ニュースでやっておりました。これからはですね、来月からはポジティブ喫茶がポジティブ居酒屋に復活となりまして、営業時間は夕方の9時まで、夜の9時までですね、お酒の提供は8時までとなります。で、4名様までの来店であれば OK というふうになるそうですね。はい、そういった形ですね、また新たにですね、このコロナというものが新しいステージに立ったと菅首相もね、言われておりました。もう今日のこの時点では菅氏元首相になりましたね。なんと新しく自民党総裁がですね、岸田さんになりましたので、岸田首相と今日はですね、本当に目まぐるしくですね、新しくいろんなことが変わり始めた、そんな日ではないでしょうか。すごくですね、僕も今コロナというものが本当にね、もう約2年近くずっとね、こうコロナというものでこういろんな人たちが苦しめられてきた、特に、ね、医療従事者の方々なんかはね、もうずっとこう生死をね、さまよう患者さんと共にね、防護服を着て、本当暑い中ね、夏の時期でもやられて、本当にご尽力されたですね、医療従事者の方々以外にもね、もうコロナの打撃を受けたいろんな業界の人たちが少しずつね、小さな光が見えてきたんじゃないかと、そういうふうにね、新たに首相も変わって、岸田さんのね、今日のスピーチ僕は見ました。すごくね、いろんな思いがあって、本当に国民に対して優しい政治をすると、国民の声を聞くと、そして、今こういうコロナ禍の状態で自分がこう総裁して選ばれる、それに尽力された全ての金に感謝をするという話もされておりました。そして菅首相、本当にお疲れ様ということも言ってました。すごくね、力強い覚悟を決めた男の顔をしてました。おそらく、岸田さんはこれから先きっとコロナ対応をね、しっかりとしてくれると思いますし、それ以外もね、今新たにね、経済を再開させていくにあたってね、きっと素晴らしいリーダーシップを、ね、取ってくれるんじゃないかなと思ってます。もう本当にね、いろんなところで新たなね、新しいこう試みもね、ライブ会場はもう抗原検査をもうその場でやって、OK の人しか入れないというものもね、新たに始まったりとか、いろんなね、飲食店の中でも実験もされていくそうです。まあ、これから本当にお酒がダメだったのか、そして本当に居酒屋がダメだったのかというのもですね、検証していく流れになると思います。まあ、少しずつね、2021年、本当にこう長い長いね、暗闇の中から一つの光が今見えてきて、本当にね、これからさらにね、ポジティブに、世の中が変わっていけばいいなと思いますし、このポジティブ居酒屋もね、あさってからね、いつも通りお酒を提供することになります。はい、もちろんね、すぐにね、はめ外すのではなくて、しっかりとね、マスク、アルコール、そして、換気をしっかりとして、コロナ対策もしっかりしながらね、ゆっくりゆっくりね、この新しいコロナとともに、ウィズコロナのね、この時代を乗り切っていけるようにね、準備をしていきたいなと、そういうふうに思ってます。はい、これからもね、このポジティブ居酒屋、そして、毎日ポジティブともね、僕は元気いっぱいポジティブ心理学も学んで、そして、今できることを全力で、やって、そして皆さんに発信していきたいと思いますので、心新たにね、新しく、10月の1日からなりますので、皆さん、ね、楽しみにしてください。ということで、今日はそんな緊急事態宣言が解けたというですね、それに付随お話をさせていただきました。あと最後にですね、ここの近隣のもう今年の
頭からずっと休んでいたですね、お店の方から昨日ですね、メールが来まして、本当にもう開けるのが不安で、すごく怖いと。でもそれと同時に、ようやく開けられるというですね、喜びがあると。その中、頑張るんで、よろしくお願いしますっていうね、そんな素敵なね、連絡が来ました。ね、僕の方がね、全然後輩ですし、僕の方が経営者的にも短いんですけど、それでもね、そうやってメールをくれるところに、すごく思いやりを感じました。まあそうやってね、多くのこの、近隣の飲食店の方々もね、動き始めて、そして、笑顔にね、なってるなっていうのを感じます。これからもね、みんなが笑顔になって、そして元気になって、そして未来明るいね、この日本をみんなで作っていきたいと思います。ということで、以上、毎日、真面目ご視聴ありがとうございました。